6月20日中区の後陣社ウェンディ人町プラザで日本とインドをつなぐファッションショーが開催されました。これはファッションを通して日本とインドの文化を多くの人に知ってもらおうと初めて行われたものです。企画したのは発展途上国で生きる女性の自立をファッションを通して支援する学生チームモード4スマイルズ、通称モフズの皆さんです。モフズの皆さんはインドで女性支援を行う NGO を訪問したり、現地で買った材料でアクセサリーや雑貨を作って日本で販売するなど、インドの文化を多くの人に伝えようと活動しています。途上国の女性が活躍できる場を共に創造し支援するため日々勉強を重ねています。自分たちが好きなことを楽しみながらできることで何か相手の役に立てないかなと思っているので、もう本当に固く考えずに自分が好きなファッションを通して途上国の厳しい環境で生きる女性と一緒に何か楽しみながらできることを皆さんとも一緒に考えていきたいなと思っています。ファッションショーは和装、インドの民族衣装、キッズ、洋服の4パートで構成され、インドと日本の文化が融合した衣装が次々に登場しました。衣装を手掛けたのは尾道市の光服装専門学校や小出ファッションビューティー専門学校の学生たちです。モフズの皆さんがインドで買い付けた布が随所に使われています。インドの布は生地が丈夫で鮮やかな発色が特徴の一つです。来場者はファッションショーを通してインドの文化をより身近に感じることができました。いろんな衣装がたくさんあってとても綺麗だなと思いました。とてもインドのことが理解できてよかったと思います。で、これはこれだけに終わらさないでもっと多くの人に見ていただきたいと思います。